藤本君はさ、なんであの時急にいなくなっちゃったの？そうだ！答えられなかった。俺はなんであの時、俺の卑屈な性格とくだらない妄想、自己完結、そいつだってずっとずっと勝手な自己完結で相手の気持ちなんか考えずに閉じ込めていた。俺の気持ち、土井明は俺のことが忘れられずにメールを。ってことは少なくとも好意は持ってるんだ。俺のことを知りたがってるんだ。だから俺ももっともっと強い気持ちで。1995年地下鉄サリン事件、阪神大震災、国民がずっと落ち込んで、サブカルチャーが死にかけた時、たった一人細い体でそれに立ち向かったあの陽気な男、大沢健二。強い気持ち強いよ。復活を目指す。